こんにちは、消しゴムダンサーセブンです。いやー、もうだいぶ暖かくなりましたね。そう、そろそろ夏ですね。夏というわけで、アイスクリームなど冷たいものも食べたい時期になってまいりました。なってまいりました。というわけでですね、今日はあのフローズンコーラに挑戦してみたいと思います。だいぶいろんな人がやったりしてるんですけど、今更ながら僕も挑戦してみたいと思います。挑戦、でれれ。こちらにコーラを2つ用意してきました。めちゃめちゃ振ってカッチカチになったやつを冷凍庫に入れて1時間半ぐらいやればいいんですかね。まあやって、それからこぼすと、こぼした瞬間からこう氷がなんていうんですかね、フローズンになっていくらしいんですよ。ジューみたいな。早速チャレンジしたいと思います。そこでですね、なんとこのまま振るだけじゃ面白くない、そう思った僕はですね、あるものを用意したんですよ。それがこちら、ディルルルルル、メントス。そう、メントス。これをですね、一体どうする？コーラに入れてブシュッと良くなるじゃないですか、そのメントスコーラ。そしたらいいように振った感じになるんじゃないかと。これがこの後とんでもないことになることを僕はまだ知らない。美味しさも考えてわざわざフルーツ味を買ってまいりました。それをこの中に入れてシュッと締めて、それを冷凍庫に1時間半。まずは普通に振る方やっていきたいと思います。こちらですね。もういいっしょ。これはだいぶ打ってますよ。ではもう一つの方開けてメントスを入れたいと思います。はあ、緊張するな。この後悲劇は起きた。上手にいくかな。マジかよ。マジかよ。まあそういうことで、さっき振ったやつでやっていきたいと思います。では早速冷凍庫から取っていきたいと思います。1時間半がちょうど経ちました。これですね、破裂しても大丈夫なように入れておきました、袋に。では早速開けていこう。はい、こんな感じになっております。では開けていきたいと思います。大丈夫だ。いきますよ。はい、見事な失敗でございますね。これをもう一度ね、振ってもう一度冷凍庫に入れてみたいと思います。
あれからもう1時間半が経ちました。ではもう一度今度こそ成功してるか見ていきましょう。いきますよ。お、来た。これは成功です。ついに成功しました。シャーベットになっております。美味しいですよ。振ったのに炭酸がなんか残ってますよ、これは。うん、コーラフローズンコーラ成功です。消しゴムダンサー7でした。ありがとうございました。